オルデンドルフは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のシュターデ軍に、属す、町村で、ザムトゲマインでオルデンドルフの本部所在地である。この町には、クビユであるオルデンドルフのほか、カーケン、ティンマーラーで、ズンデ、バイセンモーア、ジートルングオルデンドルフの集落が属す。オルデンドルフという名前は、定地ドイツ語に由来する名前で、古い村を意味する。 1959年8月、オルデンドルフ湖付近の高層出現で大規模な原野火災が発生した。この火災は4週間後になって、やっと沈下した。オルデンドルフの町議会は13議席からなる。この町の紋章は1982年9月27日に制定され、同年12月30日に、シュターデン軍の認可を得た。ズ柄、ガラ、左右に分割。 向かって、右はさらに上下に分割。向かって、左は緑地に、四方の端まで貫く金の十字。向かって、右上は、金字で赤い爪やくちばしを持ち、左を見る黒い和紙。向かって、右下は黒字で、左を向いて現れる金の獅子。十字は、十一世紀にはすでに帝国教区教会及び、洗礼を施す教会として、中心的役割を担い、 現在も、なお重要な聖マルティン教会を示す。緑は主に農業を中心とする、町の構造を象徴している。ワシトシ市は、1651年に、スウェーデンをクリスティーナ及び1653年に、カール10世グスタフによって貴族に列せられた、ダニエル・フォン・アーレントの紋章から転用された。彼は1642年からその本拠地を、オルデンドルフに構え、 1670年に亡くなって、以後は、オルデンドルフの聖マルティン教会に葬られている。この町の旗は、紋章に合わせて木から緑である。オルデンドルフには800年の伝統を持つ、荒石造りの教会、聖マルティン教会がある。その教会塔は高さ36メートルである。オルデンドルフは、軍道114号線を経由して、ヒンメルップ・フォルテン・デシュターで及びハンブルクに至る。 連邦道 B 七十 B73 号線に接続し、さらに、ブレーマーフェルデに至る、連邦道 B 七十 B74 号線に接続する。オルデンドルフを経由するアウトバーン A22 号線の長期工事計画が立案されている。オルデンドルフ学校センターには、基礎家庭学校、本家庭学校、実家学校及び幼稚園がある。学校のすぐ隣には、ルドルフペプケスポーツセンターがあり、 学校やスポーツクラブトゥースオルデンブルクが利用している。ありがとうございます。